スノーマン、メグロレーン、歌詞朗読企画でハニカミ笑顔。深澤達也はペットボトルチャレンジで思わずおたけび。スノーマン、ニューアルバム、アイドゥ・ e イカウントダウン企画にメグロレーン深澤達也が登場。スノーマンの公式ツイッターにて進行中のニューアルバム、アイドゥ・ e イ発売日、5月17日に向けてのメンバーによるカウントダウン企画。ラウル、 向井浩二に続いて発売まであと7日担当の深澤達也、あと6日担当の目黒レーンの動画が公開された。今回の企画ではメンバーによる様々なチャレンジが見どころ。深澤は中身の入ったペットボトルを1回転させて見事に着地させ、思わず、ほう、のおたけび。笑い、目黒レーンはアルバムのリード曲、合言葉の歌詞の朗読を披露している。 朗読を終えた、目黒のハニカミ笑顔に注目。さらに、二人ともアルバムやファンに対する思いをじっくりと語っており、温かい人柄が伝わる動画となっている。